あなたのことが忘れられません。西城秀樹さん。二度目の脳梗塞で、右半身麻痺と、言語障害が残りましたが、それでも、復活を誓ってリハビリに励んでいたといいます。ですが、あの日、帰宅後、自宅で家族と夕食を囲んでいた時に倒れ、5月16日午後11時53分、そのまま帰らぬ人となってしまいました。急性心不全でした。あれだけの障害が残っても、心が折れなかった西城秀樹さん。なぜ、そこまで頑張れたのでしょうか。ある時、奥さんにこう漏らしたそうです。子供たちの後ろを追っかけたいから。だから、辛いリハビリも。頑張っていたんですね。子煩悩な西城さんらしい言葉ですね。弱肉強食の芸能界とはいえ、西城秀樹さんほど、誰に対しても嫌な感じを与えなかった。優しい兄貴のような存在だったようです。西城秀樹さん。ヤングマンを大ヒットさせたことでもわかるように、常に新しいことに挑戦し続けた。一流のエンターテイナーでした。しかし、そのパフォーマンスとは別に、意外な、あるズバ抜けた能力で、当時の芸能界に多大な貢献をしてこられたのです。その意外な能力とは、一体何だったのでしょう。それは、人の才能を嗅ぎ分け、引き出す能力。とにかく抜群だったらしいのです。具体的にどういうことかというと、実は西城さんはたくさんの芸能人を自らがスカウトしてデビューさせているといいます。その中には驚くような超大物芸能人もいるのです。西城さんがデビュー間もない頃、事務所関係者と街頭でスカウトした中には、なんと浅田美代子さんもいたそうです。ドラマ寺内貫太郎一家で共演していましたよね。また無名だった頃の相本久美子さんに他の事務所への移籍を勧めたり、秀樹の弟妹募集というオーディションでは河合直子さんや石川秀美さんが選ばれていますが、実際はオーディションとはいえ、西城秀樹さんの強い意向で河合さんと石川さんが選ばれたのだと言います。その後、二人ともすぐにトップアイドルになりましたね。また、映画愛と誠での相手役で、早乙女愛さんに決まったのも4万人もの応募者がいたのですが、結局、西城さんの推薦で選ばれたと言います。さらに驚くのが、こちら。西城さんのあるステージに興奮して、乱入したファンがいたのですが、こともあろうに、そのファンを、自分の事務所へスカウトしたというのです。なんと、それが大物女優の、岸本佳代子さんだというのですから、どんだけ見る目あるのって感じです。何がすごいのかっていうと、みんな、芸能界で成功している人ばかりなんですよね。未来のスターを嗅ぎ分ける才能を、持っていたとしか思えません。でも、忘れてはいけないのが、右も左もわからない芸能界で、自分が選んだ彼女たちを、自分の妹のように可愛がり、何かと気にかけて、面倒を見ていたということです。それが、本当にそうだったかどうかは、確かめる術もないですが、しかし、そう感じたのが、この二人の言葉でした。青春時代を共に過ごした。仲間の訃報に悲しみが止まりません。早すぎる、まさかこんなに。早く行ってしまうなんて。いつも、いつも、優しさに溢れていました。感激コンサートにも招いていただいて、頑張っている姿を見た。西城くんは、本当にスターでしたから、スターが、ああいう姿をさらけ出すのは、辛かったと思うんですけど、脳梗塞の人がもっと元気が出るようにと、気配りがすごい人で、ああやって頑張ってさらけ出している姿を見るとすごいなと思っていました。浅田美代子、ただただ絶句しております。私が15歳の時、
西城さんのコンサートでスカウトされ芸能界入りし、デビュー前から可愛がっていただいた。西城さんがいなかったら私はこの世界には入っていないと思う。そういう意味では本当に恩人です。裏表のない人で、私みたいな後輩にも世話を焼いてくれるいい兄貴。西城さんがまだ独身の頃に、うちに遊びに来い、俺の部屋にある好きなものを全部持って帰っていいよと言って大きなゴミ袋をくださった。遠慮なく好きなものをゴミ袋に入れていただきました。最後はよく頑張られたので本当にお疲れ様でしたという思いです。今日はありがとうございましたの一言を伝えました。岸本佳代子、今は大スターの彼女たちにして、西城さんは何者にも代え難いほどの存在だということがわかりますよね。厳しい芸能界の中で最初にもらった大きな愛情は生涯忘れることができないに違いありません。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？私は人として素晴らしかったから、彼女たちのデビューから何十年も経っていても兄貴と呼ばれる西城さんってやっぱり本物のスターだなと思いました。ではまた次回お会いしましょう。